ご紹介が遅れてすまない。そやつらはソーズ・マンズ、暗殺剣の使い手であり、常に私の後ろに位置する者たち。そやつらの反逆で私も暗殺されるやもしれぬ。だがそれゆえ私には一切の隙ができぬということだ。我ら義派門団は同胞ではない。同門には信頼など必要ないのだ。真の強さとはここまでせねば得られぬものなのだ。レイ、こやつらはわし一人で倒す。お前はリーを、オディワン・リーをやるのだ。リーは私が？リーの狙いはわしらの体力を消耗させることじゃ。わしよりもお前の方が奴を倒せる力が残っておる。思い出すのじゃ、二人の墓前で見せた奥義を。わしの息遣い、間の取り方、その一挙手一投足を、その目に、心に、しかと焼き付けるのじゃ。わかったよ。貴様が私の相手？老師ではなく貴様が？さすがの老師もここまで追いさらばえたか。バカ笑いもその辺にしときな。勝負はやってみなきゃわからないよ。そんなに死に急ぐか。はあ。サモ、ユウ、見てなよ。奥義。所詮付け焼き場よ。千賀連山剣。少しは楽しませてくれるか。狂老拳。
しがみ込んだだけあるか。見てなよ。見てなよ。よくやったな、レイ。強くなったな、本当に。何言ってんだ、まだジジイほどじゃねえさ。我が剣、お前なら正しく伝承してくれるだろう。言うな。いや、ここまで持ったのが不思議なくらいじゃ。お前の成長がわしをここまで生かしてくれたのじゃろ。レイ、お前は本当は優しい娘じゃ。優しさと強さ、その二つを忘れてはならぬぞ。分かったよ。さて、サモとユンに伝えるかのう。お前の成長ぶりを。ジジイ、やっとこの大岩を割れたよ。けど私の言葉遣いは相変わらずさ、誰も怒っちゃくれないからね。私もジジイみたいになれっかな。いつかジジイより優しく強くなってみせるよ。
見てなよ、サモ、ユン、ジジイ、この私が。この憲法の伝承者なんだから。